さて、影響されて買ったヨギ棒が来ましたので開けてみましょう。自分には最近影響を及ぼす親友というおか悪友がいます。仮に N さんとしましょう。その N さんは大画面を楽しむにはヨギ棒だろうと言います。軽いけど職場の同僚もヨギ棒を持っているのですが、一度体験することを勧めますと言います。なぜ弟子にヨギ棒を勧めるのか自分には不可解でした。近くにヨギ棒の実店舗がありますから試してみました。座ってみればすぐに気がつきますが、ヨギ棒というものは今までに座ったものとは全く異なります。まずビーズソファーというものを知りませんでした。詳細はヨギ棒のホームページの URL を概要欄に貼っておきますので、そちらをご覧ください。こんな感じで1個、そしてい色々とホームページに書かれていることは読めばわかります。でも読んだだけでは所詮文字の情報です。同僚が体験することを勧めた理由は非常に簡単です。体験に勝るものはないのです。そしてヨギ棒の体験は文字では表現しにくい部類のものです。文字で表現しにくいということは口で伝えることも簡単ではありません。ヨギ棒を買う買わないは別にして、近くにお店があればぜひ体験すべきです。体験した上でいろいろと考え悩んでください。ヨギ棒のお店はショッピングセンターの中でしたので、小さな子供がお母さんとヨギ棒に座りました。子供の顔が座った瞬間に変わりました。今まで知らなかったことを知ったという顔でした。自分も数分前には多分同じ顔をしていたことでしょう。幸せてな感じですね。どうでしたろう。私が購入したものはヨギ棒のラウンジャーという一人用のソファーとズーラサポートという背もたれ肘置きです。ラウンジャーはネイビーブルーで、ズーラサポートはリーフという色です。色味は実物を見ないとやはり分かりません。お店に行くと色見本はありますが、小さなものですので実感には乏しいものがあります。ズーラサポートは屋外用です。基本的に使うのは室内なので、色さえ良ければ普通のサポートでも良かったってことですね。屋外用とはカバーが耐水性です。ヨギ棒に座ってプロジェクターの映写を見ています。このプロジェクターはポップインアラジンです。このポップインアラジンのレビューもそのうちやろうと思います。ヨギ棒に座って大画面を眺める、リラックスした芳醇な時間が流れます。実際にヨギ棒に座って見ている画面はこのようになっています。Thank you.
ヨギボー、個人的には本当におすすめします。